えびき三章「その捧げ物が交わりの生贄にの場合には捧げようとするのが牛であるならオスでもメスでも傷のないものを主の前に捧げなければならないまず捧げ物の頭に手を置きそれを会見の天幕の入り口でほふり祭子であるアロンの子らがその血を祭壇の側面にふりかける。 次に、交わりの生贄から、種への食物の捧げ物として、内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪すべて、また、二つの腎臓とそれについている腰のあたりの脂肪、さらに腎臓と共に取り除いた肝臓の上の腸腰を捧げる。アロンの子らは、これを祭壇の上で、火の上の焚き木の上にある全�の捧げ物に乗せて、 焼いて煙にする。これは主への食物の捧げ物香ばしい香りである交わりの生贄としての主への捧げ物が羊であるならオスでもメスでも傷のないものを捧げなければならない捧げ物として捧げようとするのが子羊であるならそれを主の前に連れてくるそしてその捧げ物の頭に手を置き それを会犬の天幕の前でほふる。アロンの子らは、その血を祭壇の側面に振りかける。そして、その交わりの生贄から、主への食物の捧げ物として、その脂肪を捧げる。すなわち、背骨に沿って取り除いた油をすべて、内臓を覆う脂肪、内臓についている脂肪すべて、また、二つの腎臓と、それについている腰のあたりの脂肪、 さらに、腎臓とともに取り除いた肝臓の上の荘耀である。祭司は祭壇の上で、それを食物として、主への食物の捧げ物として焼いて煙にする。その捧げ物がヤギであるなら、それを主の前に連れて行く。そして、捧げ物の頭に手を置き、それを会犬の天幕の前でほふる。アロンの子らは、 その血を祭壇の側面に振りかける。そして、主への食物の捧げ物として、その生贄から、内臓を覆う脂肪と、内臓についている脂肪すべて、また、二つの腎臓と、それについている腰のあたりの脂肪、さらに腎臓とともに取り除いた肝臓の上の腸葉を捧げる。祭子は祭壇の上で、それを食物として、 香ばしい香りのための食物のささげ物として焼いて煙にする脂肪はすべて種のものであるあなた方がどこに住んでいても世よ守るべき永遠の掟きはこれであるあなた方はいかなる脂肪も血も食べてはならない